熊本のサッカーの未来のためにキックオフ熊本。熊本をホームに活動しているプロサッカーチーム、それがロアッソ熊本。現在明治安田生命 J2 リーグに所属しています。特に今季のチームの躍進は目覚ましく、 J1 リーグ昇格に手が届く位置にいます。この番組ではそんなロアッソ熊本の知られざる内側をお見せします。これは練習直後のリラックスしたロアッソ熊本の選手たちがサッカーのことだけでなくプライベートのことまで自由にトークするコーナーです。今日はこの3人でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回はこちらの3人。ミッドフィルダーの黒木選手は守備的なポジションにありながら得点力も兼ね備えている選手です。ミッドフィルダーの川原選手はラストパスの精度が高いチームのアシスト王。ミッドフィルダーの杉山選手は攻撃の起点となるプレーでチームの勝利に貢献しています。こちらの3人は世代は違うものの、みんな今年の全国高等学校サッカー選手権大会で準優勝を果たした大津高校出身。黒木選手が1番年上で、川原選手と杉山選手は1学年違いになります。そんな関係の3人がトークするテーマはこちら。大津高校の決着力、去年でもあれだよね、1回J3 で昇格決まって、監督の平岡先生から連絡いただいて、うん、みんなでお祝いするぞって言っていただいて、川原選手、杉山選手、宮原選手、みんなで食事行きましたね。めちゃくちゃ緊張しましたね。めちゃ緊張いまだにやっぱ先生に会うと緊張するよね。ああそうですね、電話でも電話でも緊張するよね。行った、うわ先生から電話や。まあ各地に大津高校出身の選手はまあいますけど、嬉しいですね。大津の選手たちが活躍しているのは、大津の先輩ほとんど引退されているので下ばっかりになっちゃいましたけど、みんな J1 でも活躍されてて嬉しいです。自分としては、自分は同級生に3人プロの選手がいるので、やっぱり対戦相手として戦うのはすごい楽しみにしてた。相手にすると嫌な選手だなっていうのは、まあ、当時から思ってましたけど、やっぱりやってみて、はい、嫌な選手が多かったですね。なお同級生いる？いや自分いないです。あ、いないの。なんで一つ上の総さんたちの代が多いのか。はい、あれですね。と二つ下に福島隼人が、今湘南、はい、でも高校の時やっぱ先輩怖かったよね。怖かった、怖かったです、まあ、プロ入っちゃうともうそこまで普通に先輩だよね。でもなんか他のチームの、うん、その大津出身の先輩とかでもやっぱり構えちゃいますね。構えちゃう、まだ、はい、後輩の二方はどうですか。黒木先輩はどんな先輩ですか。優しいっすよ怖くはないよね多分、はい、最初ぐらいじゃないですか、ね、最初はまあ見た目がこれなんで怖がられますけど全然もういい先輩です、はい、最初はちょっと挨拶怖かったですけど怖かった、はい、彼は全然挨拶しなかったですけど怖すぎて、はい、4位ということで、まあプレーオフ圏内見えてきましたね。課題だったり、まあ良かったところとか出る中で、まあ、それを毎試合こうアップデートしながら全員でやれてるところが好調な理由かなと。それはありますね。連敗してないのも、まあ、そこの一つかもしれないですね。ああそうです。課題が出て次の週のトレーニングで改善して、まあ、次の試合に行かせてる。毎試合毎試合成長できてる。で後半戦に向けてこう結果が出てきてるのも、まあ、一つ理由かと思います。誰一人サボらずに、まあ、ハードワークを90分通してやり続けれてるっていうのが、まあ、負けない理由というかコーチの理由かなと自分は思います、はい、大木さんもよく言ってるもんね、はい、誰もサボらない、まあ、みんな若い選手が今年特に多いんですけど、まあ、その中で、まあ、能力もあるんですけど、まあ、当たり前のこと、越されたら戻すところとか奪われたら切り替え早く
ボールを奪い返しに行くところとか、まあ、上手い選手 J リーグいっぱいいますけど、そういった当たり前のことを、まあ、うちのチームの選手は特に、まあ、みんなできてるかなと思います。話はつきませんが、続きは次回。続いてはこちらのコーナー。このコーナーはロアッソの選手から出された宿題を視聴者の皆さんに挑戦してもらい、番組のツイッターに投稿してもらうものです。前回の宿題は竹本選手からでした。早速番組ツイッターにたくさんの投稿がありましたよ。挑戦したい人は番組のツイッターをチェック。今回の宿題は番組後半で。これは熊本のサッカーチームがキック精度を競うゲームにチャレンジするコーナーです。今回チャレンジするのはソレッソ熊本。多くのプロ選手を輩出し、全国的にも強豪として知られているチームです。挑戦してくれるのはこちらの2人。ここでルールの説明です。ゴールから8メートル離れた場所からキック。持ち球は10球、4球失敗した時点でチャレンジ終了です。それではチャレンジスタート。田中俊介です。パーフェクト目指します。フィニッシュ狙います。しかしこのあと2球続けて外してしまい、後がなくなりました。真ん中狙います。どこまで記録を伸ばせるでしょうか。もうミスができない状況ですが、どこまで記録を伸ばせるのでしょうか。ということで記録は4つ。おめでとう。有田学です。7箇所全部決めます。右下狙います。左下を狙います。なんとここまでノーミスの4連続成功。どこまで記録を伸ばせるのでしょうか。右狙います。しかしこの後2球続けて外してしまい、後がなくなりました。真ん中狙います。ということで記録は4つ。おめでとう。なんとテレビの前の皆さんにもこのキックチャレンジを体験することもできるチャンスがあるんです。ロアッソ熊本のホームゲームでキックオフの3時間前から開演するロアッソ熊本キッズパーク。ここではキックチャレンジやドリブルチャレンジなどが楽しめます。
ぜひスタジアムで挑戦してください。ここでロアッソ熊本の試合情報です。明治安田生命 J2 リーグ第42節横浜 FC との試合が10月23日日曜日午後2時から笑顔健康スタジアムにて行われます。このゲームがリーグ戦ホーム最終戦です。混雑が予想されますので、スタジアムへは公共交通機関またはパーク&バスライドをご利用ください。パーク&バスライドはこの試合に限り豊島ふれあい広場から無料の送迎バスが出ます。こちらは10月22日までに予約が必要です。また JR 熊本駅と光の森駅から無料のシャトルバスの運行もあります。 JR 熊本駅からのシャトルバスのご利用には事前予約が必要です。 JR 光の森駅からは臨時シャトルバスが増便されます。詳しくはロアッソ熊本のオフィシャルホームページをご確認ください。今回宿題を出してくれるのは川原選手です。みんなもやってみてね。応募方法やもう一度宿題を見たい人は番組のツイッターをチェック。熊本のサッカーの未来のために、立候補熊本。